おい、あやか、お前今日の態度はどういうつもりなんだ。せっかく今日は俺のママが病院にまで来てくれたのに。それなのにお前はろくな挨拶もできなかったよな。はあ、母さんがせっかく産後のお前と赤ちゃんを見に来たんだ。普通は笑顔で迎えてあげるものだろうが。それなのにお前と来たら態度も最悪だし、化粧すらしてないし。よくも俺に恥をかかせてくれたな。勝手に姑を呼んでおいて何を言うのよ。24時間以上かかった産後からまだ2時間しか経っていないのよ。母親が疲れてボロボロなところに無断で姑を連れてくる方がおかしいでしょ。ふざけるな。嫁ならどんな時も愛想よく笑顔でいろ。特に俺のママの前ならなおさらな。産後だからとかそんな言い訳は通用しないぞ。もういい加減にしてよ、ナオト。このまま無事に生まれてあなたは父親になったの。いい加減にマザコンから卒業して。なんだと。大体出産前に約束したじゃない。子供が生まれたら私や子供を優先するようにするって。マザコンを卒業できるように頑張るって。それなのになんで早速約束を破るのよ。彩香との約束を破ったんじゃない、取り消したんだ。俺はマザコンを卒業しないことに決めたからな。俺はやっぱりママを一生愛し抜くと決めた。なんですって。彩香の出産に立ち会ってよく分かったんだよ。母親にとって出産がどれだけ辛くて苦しいものかってことをな。きっとママもあんな思いをして俺のことを産んでくれたんだ。それを考えたらより一層ママには感謝と愛しかないよ。だから俺はマザコンを卒業しない。どうしてそうなるのよ。100歩譲って母親思いなのもマザコンなのもまだいいわ。でもね、あなたは私の旦那なの。もう子供もいる立派な父親なの。何を一番に優先するかを考え直して。もちろんそれはママ一択だ。俺が一番大事なのは今までもこれからもママだけだ。ママのおかげで俺がいるんだ。どうやってもそうなるのね。別に夫婦二人揃って子供が一番じゃなくてもいいだろ。俺はママが一番、お前は子供が一番。むしろこっちの方がバランスもいいと思わないか。じゃあ私のことは誰が一番に思ってくれるのかしら。そんなの知るか。彩香は自分で自分を大切にでもしていろよ。もう限界。産後の疲れた体にあなたの相手をするのはしんどいわ。もうナオトのマザコンプリンはうんざりよ。マザコンだとバカにされても呆れられてもそれでもいい。俺にはママがいればそれでいいんだよ。彩香さん、昨日は大変な時に顔出してごめんなさい。言い訳かもしれないけど、ナオトがあなたの許可をもらってるって言っていたのよ。もちろん私も一度は遠慮したんだけど。嫁が会いたがってるから気にするなって。そういうことだったんですね。でもあなたの様子を見てすぐに気づいたわ。本当は許可なんて出していなかったのよね。むしろ私が訪ねてくることも聞かされていなかったんじゃない。ええ、全くその通りです。たった2時間の仮眠しか取っていないのに急に今から母さんがそっちに行くからと言われました。ああ、もう本当にごめんなさい。私も断固として断ればよかったわよね。本当にバカな息子と姑でごめんなさい。そんなに謝らないでください。それにこちらこそ大人げない態度をとってしまってすみません。本来ならちゃんと笑顔で挨拶すべきだったのに、私そんなことする余裕もなく、ほとんど会話もしないままで。いいのよいいのよ、それこそ謝らないでちょうだい。その気持ちは出産経験者としてよくわかるから。ありがとうございます。今度は落ち着いた頃に遊びに行くわね。もちろん次こそは彩香さんからのゴーサインをもらってからよ。ナオトが何を言ってきてもあなたから直接連絡がない限りは遊びに行かないと約束するわ。お気遣いありがとうございます。落ち着いたら絶対に連絡しますので、その時はどうぞよろしくお願いいたします。おい、いつまで寝てるんだよ。いい加減に起きろ、このドロキュアメが。ちょっといきなり何なのよ。ようやく授乳も終わったところなのに。終わったなら早く化粧して準備をしろ。今日は俺の大事なママが家に遊びに来てくれる日なんだぞ。お前がわがままを言ったせいで産後から3ヶ月も経ってようやくな。はいはい、わがままな嫁ですみませんでしたね。旦那さんが夜泣き対応を嫁に丸投げしていなければ
もう少し早く呼ぶこともできたんですけどね。なんだその態度は。お前のせいでママは今までずっと可愛い孫に会えていなかったんだぞ。あれ？それよりもあなたはどこにいるの？ようやく起きたならリビングの掃除でもしてほしかったのに。起きて早々ご飯を買いに走ってるよ。堕落嫁が子供の世話ばかりで一切今日の準備をしていないからな。え？ママが来るって言うのになんでご飯も何も用意していないんだ。てっきりお前がご飯も掃除も何もかも準備してると思ってたのに。なのに起きたら一切何も準備されていないとはな。子供の世話よりも今日は俺のママのおもてなしが優先だろうが。何言ってるのよ。ご飯ならもう用意しておるでしょ。もしかしてキッチンを見ていなかったの？キッチンならもちろん確認したよ。もしかして用意したご飯ってのはあのクソまずそうなオードブルのことを言ってんのか？はい。彩香は子供を産んだからいろいろ変わったよな。体型も性格も何もかも変わった上にこんな使えない嫁になるとはな。俺のママが来るっていうのによくあんなクソまずそうなオードブルが用意できたな。何よその言い方は。どこからどう見ても美味しそうなオードブルでしょ。産後の私に合わせた特注のオードブルなのよ。ふざけるな。あんなビーガンみたいな野菜だらけのオードブルなんて食えるか。オードブルっていうのは肉、唐揚げ、エビチリってやつだろうが。あのね、私は授乳中なのよ。しかも母乳で頑張ってるし、そんな母親に揚げ物なんて NG でしょ。だから揚げ物とかは控えめでってお願いしたオードブルなの。なんだと？確かに野菜は多めだけど、魚やホタテのお刺身もあるし、お肉ならレバーがあるわよ。とてもすごく美味しそうよね。そんなもんで俺のママが喜ぶか。酒のつまみには唐揚げ一択だろうが。お前はそんな常識もわからないのか。酒のつまみってそもそもお酒なんて一体誰が飲むっていうのよ。俺とママに決まっているだろう。そのために今日は高いビールを用意しておいたからな。今日はママと一緒に楽しい昼飲みだぜ。嘘でしょ。あんた子供のお披露目会でお酒飲むつもりなの？しかも嫁だけ抜きでめぐみさんと二人で昼飲みって。お前は授乳があるから飲めないんだもんな。任せろ。お前の分は俺とママがたらふく飲んでやるぜ。お酒の入った状態でどうめぐみさんをもてなすのよ。私は今日もいちいち子供につきっきりだからね。お料理の取り分けやお皿を出すのは全部ナオトの仕事なのよ。あ、なんでそんなの俺がやらないといけないんだ。そういうの全部嫁のお前の仕事だろうが。なんですって。そういうわけで別のオードブルを緊急で買ってくるからな。確か駅前にある一つ星料理店が激うま高級オードブルを作っていたはずだが、きっとそれならママとの昼飲みにぴったりだぜ。お金の無駄遣いはやめてナオト。気に入らないかもだけど、オードブルはもうあるの。新しく買う必要なんてないわよ。何言ってるんだ。あんなオードブルはもうとっくに捨てたよ。だからお前だって新しいオードブルが必要だろ。捨てたって、キッチンに置いてあったオードブルを？当然だろ。あんなまずそうなものをママに食べさせるわけにはいかないからな。全部ゴミ箱にぶち込んだぜ。そんな、俺のママに安物のオードブルなんて食わせるな。全部捨てたから今から高級店で買ってくるぜ。安物で悪かったわね。え、まさかゴミ箱に捨てられるぐらい気に入らないとはね。これでも私なりに息子夫婦のことを考えて用意したつもりなのよ。それこそあなたが今向かってる駅前の一つ星料理店に特注のオーダーをしてまでね。息子夫婦ってママ？どうやらあなたとは入れ違いになったみたいね。ちょっと忘れ物を取りに戻っただけなのに、まさかその間にせっかく用意したオードブルが捨てられているなんて。嘘だろ。あ、待って、あのオードブルって俺のママが用意したやつだったろ。俺そんなの何も聞いていないんだけど。不前にあなたが捨てたんでしょ。戻ってきたら彩香さんは怖い顔してるし、ひたすら私に謝ってくるし、一体何をしているのよ。何って、俺なりにママが喜ぶオードブルを用意してあげようと。私はそんなの一言も頼んでいないわ。それに私が喜ぶオードブルは、初めての育児を頑張ってる彩香さんが美味しい美味しいって食べてくれるオードブルなのよ。そのためなら10万円のオードブルだって惜しくなかったのに。ええー、
待って、俺の捨てたやつってちょお前も捨てたやつなの？ええ、特注料金だもの。お野菜もお魚も一流シェフの目利きで用意してくれるの。そんな。大体ね、あんたは一体何時に起きたのよ。ちょっと早めにお邪魔したら、あんたはまだグースか寝ているって言うじゃない。彩香さんに、まだあの後寝ていましてって言われた時、どれだけ恥ずかしい思いをしたと思っているのよ。あ、いや、違うんだよ。ママ、あの、これは昨日の子供の夜泣きがひどくてさ、そのせいで寝つきが悪くて、ついギリギリまで寝てただけで。夜泣きの対応もしていないくせによくそんなことが言えるわね。聞いたら彩香さんは昨夜の夜泣き対応で、たった2時間しか寝ていないって言うじゃない。あ、いや、あ、それは。それにさっきからそのママ指は一体何？いつもみたいにお母さんと言いなさい。ああ、まさかお母さん呼びをしてるのは私の前でだけなの？彩香さんの前じゃまだママなんて呼んでるの？二十歳になったらママ指はやめるようにって言ったはずよ。その板はやめたんだけど、そのやっぱりママはママって呼ぶのがしっくりくるっていうかさ、結婚してようやくマザコンが終わったと思っていたけど、どうやらそうでもないらしいわね。別にマザコンでもいいじゃないか。俺はママを尊敬しているんだ。俺は大人になってもいくつになってもママを大事にしたいんだよ。大事にするのはお嫁さんだっていつも言っているでしょ。もういい。今日はこのまま彩香さんたちを連れて帰ります。連れて帰るってどこに行くんだよ。ちゃんと彩香さんがゆっくり過ごせるところよ。こんなバカ息子がいる家じゃろくに育児どころか生活ができないからね。おい、今どこにいるんだよ。もう夕方だぞ。一体いつになったら帰ってくるんだ。私実家にいるの。もうあなたのいる家には帰りませんから。え、実家に？めぐみさんが連れてきてくれたの。ゆっくり休んでほしいって、あなたの代わりに実家の両親にも頭を下げていたわ。そんな、実家に帰るって困るよ。そんなの、いつ帰ってくるんだ。だから言ったでしょ、もうその家には帰りません。なおと、私たち離婚しましょう。離婚だと？別に問題はないわよね。だってあなたはママが一番大切みたいだもの。なら私がいなくても平気でしょ。問題ありよ。離婚だって嫌だよ。ようやく子供が生まれたばかりだろ。その生まれた子供に対してあなたは何をしてくれたのよ。夜泣き対応も一切してくれず、沐浴もおむつ交換も全部私に丸投げ。あなたは父親として何も役に立っていないじゃない。だってそれはさあ、ほら、赤ちゃんって小さいしさ、こういうのは母親に任せた方が一番だろ。それに俺は父親として稼ぎをちゃんと持って生きているしさ。稼ぎなら私にもあります。私は育休中だけど産後は復職する予定だし、なんだったら産休前は私の方が給料高かったわよね。それは実家の助けも借りられそうだし、もう私たちにあなたは必要ないの。それじゃあ後日離婚届を送るので、そちらにサインをお願いします。彩香さん、この度はうちのバカ息子は本当にごめんなさい。でも離婚届は私がバッチリ書かせたから安心してちょうだい。ありがとうございます。それと養育費も私が月7万で誓約書を書かせたから、来月から毎月必ず振り込ませるから、こっちも安心してね。そんなにいいんですか？私からしたら足りないくらいよ。でも今の息子の稼ぎじゃそれがギリギリで、どうかこれからの生活の足しにしてちょうだい。ありがとうございます。離婚まで長丁場になると思っていたので、めぐみさんのおかげでだいぶ助かりました。落ち着いたら子供を連れてお礼に伺いますね。お礼なんていいの、いいの。それよりも彩香さんはご実家でゆっくりしてちょうだい。ならせめて贈り物だけでも送らせてください。ちょうど地元名産のぶどうが美味しい時期ですから。本当に気をつかなくて大丈夫よ。それに今週中には住所も変わる予定だし。どこかに引っ越すんですか？ええ、ナオトを強制的に自立させようかと思ってね。私が近くにいるといくつになってもママママってうるさいからね。いっそナオトの前から消えようと思うのよ。だいぶ荒療治ですね。もっと早くしておくべきだったと後悔の方が強いけどね。本当に彩香さんには迷惑をかけたわ。あ、いやいや、そんな。悪いけど最後に息子への伝言を託してもいいかしら。引っ越したら連絡先もすべて変えようと思っているの。大丈夫ですよ。
責任を持ってしっかり伝えておきますね。大変だ、綾香。ママが、俺のママがいない。電話も繋がらないし、実家もいつの間にか売られてるんだ。ママが、俺のママが急に消えたんだ。あらあら、親鳥がいなくなってひよこはピーチクパーチク泣いてるわ。俺、これからは実家で暮らす予定だったんだぞ。ナオトなら絶対大丈夫、母親として応援するからって。だから俺、てっきり実家に戻っていいだと思ったのに、ママが実家で助けてくれると思っていたのに。なのにママは消えるし、実家も売られてるってありえないだろう。落ち着きなよ、ナオト。慌ててもめぐみさんは戻ってこないんだし。早川、お前なんか知っているだろう。ママの居場所お前は知ってるんじゃないか。今すぐその住所を俺に教えるんだ。悪いけど住所は何も知らないわ。事前にナオトに秘密で引っ越すことは聞いていたけどね。マザコを直すためには自分が消えるしかないって言っていたわ。そんな。でね、そんなめぐみさんから実は電話を預かっているの。電話？これからは母親に頼らず一人で生きていきなさい。あなたならいつか更生できると信じています。だって私の息子なんですから。だってママ俺頑張ってみるから、そしたら俺のところに戻ってきてくれるってことだよな。これさあ、とりあえず自立できるようにしておいた方がいいんじゃない。よし、俺はやってやる。立派に自立してママを呼び戻してやる。ママ俺の頑張り見ていてる。その後、元夫のナオトはいつか大好きなママが戻ってきてくれると信じて、限度額ギリギリまで借りた住宅ローンで売られた実家を買い取りました。月7万の養育費と月10万の住宅ローンで生活はかなり厳しいようですが、大好きなママに頑張ってるところを見せるんだ。時々に頑張っているようです。ちなみに、シュートムのめぐみさんはというと、しばらくは親戚やお友達の家を転々としていたようですが、この度私の実家近くに引っ越してくることになりました。実母と協力して子供の面倒を見てくれるそうで、とても心強く思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。